いきなりですがバスに乗っています。前回の動画で KTX に乗り釜山駅で降りました。次に私のバッグを預かってもらうため今晩の宿に地下鉄で向かったわけです。南浦という駅で降り地上に出るとデモを行っていました。日韓関係が悪化しているから嫌だなぁと思いつつそのデモの様子を遠目から見ていると北朝鮮の文句を言っているではありませんか。ちょっと拍子抜けしました。ホテルに向かう途中日本企業の店舗を発見。どうやらこちらは日韓関係の影響でお店は閉めているようでした。週末に日本企業のお店のみやってなかったのは非常に寂しかったです。ロケーション的には人通りも多く一等地の1階なので家賃も相当かかるんだろうなぁと思いつつ閉める必要はないのになぁと思いました。まあ政治を持ち込むなよと思いますが仕方のないことなのでしょうね。本日のホテルの内装は動画の最後で紹介します。ホテルの周辺を軽く散策してまた地下鉄に乗りました。今度は南浦駅から土村駅へ向かいます。土村駅に到着しどこから地上に上がるのが一番早いのか分からず地図を見ているとボランティアらしき韓国の学生さんが話しかけてきました。困っている様子を見かねたのでしょう。現地の言葉が全くわからない私は写真を見せました。すると親切に身振り手振りでバスの乗り場まで教えてくれました。どうやらここに政治の影響はないようです。天川文化村と書いてカムチョンムナマムウルと読むそうです。全く読めません。というわけでカムチョンムナマウルに向かっているバスの中です。それでは続きをご覧ください。うわすごいすごいんですけど、これはすごいわ。すごいね。一面こんな感じよ。ちょっと電柱があるな。こっちから撮ろうか。すごいよこれね。よく見ると建物がなんて言うんだろうな、道に沿って作ってあるからその道がくねくねしすぎてて勝手に広角になるんですよ。取れ高が例えばここの道なんかはねこういう風にくねくねしてるのに対して道沿いに立ってるからこうここら辺なんかは張り出して立ってるように見えるんですよね。立ってるように見えるというか立ってるんですよ。張り出してるように見える。すごいこの作りは本当よく見ないと分かんないけど、なのでこういう引きで撮るとちょっと広角気味に撮れると思います。これ GoPro なんかで撮るともっとすごいことになるから、まあその写真は後でアップします。
こは来た方がいいところだよね、確実に。ではちょっと次のスポットに行ってみます。これなんだ、マグネットか。クレヨンしんちゃん人気なの。うわ、なんか前から来たぞ。見晴らしのいいカフェでコーヒーを飲みながらゆっくり過ごした後は周囲を散策してみました。お土産屋さんが数多く点在していました。どうやら仮装をしながら歩くのがここの流行りのようです。日本でいうセーラー服もいました。ちょっとこれ以上行くとあれかな。はい、そして皆様は気づいたでしょうか。何をと思いますかね。そうですね、答えは全く日本人がいません。これだけの観光地なのにお隣の国日本から全く観光客が来ていないのです。今は仕方ないのかもしれませんね。もちろん帰りのバスも日本人は全くいませんでした。有名なやつか。写真撮っとくか。軽く韓国おでんとトッポギを食べて帰ることにしました。あ、OK? OK、Thank you. おいしそう。これで100円。ホテルのチェックインが午後4時なのでそろそろ戻ることにしましょう。時刻は午後6時前です。はい、韓国2日目の宿です。今夜はプサンに泊まります。いや、なかなかでしょね。こんな風にデスクもあって、あ、ちょっとこれはカメラケースですね。なかなかいいんじゃないでしょうか。これなんだ、シェービングフォーム。まあまあまあ、身だしなみに整えるやつかな。ドライヤー、電気ポットで、タオルに、アメニティセットもあるんだ。で、冷蔵庫もあります。ちょっとちっちゃいけどね。あ、でも全然十分だね。水も多分サービスはないかな、これは。で、ゴミ箱あって、パソコンありますね。パソコンあるけど、こっちの文字なんでしょ、どうせ。で、階段上がると、ダブルベッドです。ここはいわゆるラブホです。完璧なる。で、テレビあって、テレビも結構でかいね。何インチぐらいだろう。40。ぐらいかな、40ぐらいだと思います。で、風呂
風呂の外観風呂の外観結構やらしい。まあウォッシュレットはついてないですね。これ掃除したてだな、めちゃめちゃ濡れてるし。ただね、浴槽あるんですよ。これはなかなかいいでしょう。久しぶりにゆっくり浸かれそうですね。で上にシャワーあって、でもう一個シャワーありますね。で洗面台ですか。あ、こっちにもタオルがある。これはなかなか嬉しい。何回も入れますね。ん？違うか。マット？いや、タオルだな。タオルだ。なかなか。なかなかいいんじゃないかな。これでね、確かね、3000後半だった気がする。多分。ちょっと確認してみます。パソコンもちょっと一回つけてみようかと思います、後で。こんな感じのホテルでした。いや、これね、よく見たらね、ガウンでしたね。タオルじゃなかった、ガウンです。これはいいな、ガウンは。で、これも見とく。アメニティちょっと全部出しちゃうか。普通のアメニティだと思うけど、でもこれごと持って帰っちゃおうかな。これ便利だな。歯ブラシまず。歯ブラシが、まあ、ラブホ用なんで2つ。石鹸、ソープ、でもう一個石鹸。これ持って帰るか。でコンドーム、これなんだ、コットン、ゴム、綿棒ですかね。あ、これ持って帰りたいな。これ持って帰ろう。これはなんだ、これなんだ、わからん。スキンケア、これは何でしょうね。コエンザイム9点って書いてあるけど読めねえんだよ全く。ヒゲ剃り、あ、これ持って帰ろう。このまま入れて使わずに。で体洗うやつ、これはいいね。この何しろこのワンセットになってるのがいいね。このケース、こういうケース何気に欲しいのよ、という感じでした。で、全く何が書いてあるか分かりません。かろうじて英語